日は横浜ベイサイドヨットクラブの最終戦に参加しました。根岸湾の奥の堀割川河口にあるマイマイシーから出港です。火力発電所の煙がまっすぐ上ってます。陸のレースになりそうです。コースはベイサイドマリーナ沖をスタート、そのまま南下し八景沖の沖の根の周辺に打たれたマーク V を開港し戻ってくる口ディスタンスです。スタート海面です。やはりリフです。アウター寄りに塊があります。そろっとスタートです。神手はコードゼロですね。下手も早いです。前方に学連のフリートがギリギリ髪を抜けました。沖の根周辺のマーク V が見当たりません。予想より全然岸寄りに V 発見。慌ててゼネカーアップし下へ向かいます。よっしゃ、はい、ギブアップします。もはや下マーク解放となりました。あとで聞いたらわざとだよとのことやられました。気を取り直してラスト片道集中です。空港が後ろに回りずにアップ。空港戻って今年最後のジェネダウン。まもなくフィニッシュです。修正3を確保できました。年間は10戦が成立しなんとか優勝できました。参加艇ご関係者の皆様ありがとうございました。次回は元旦初日の出セーリングです。ご視聴ありがとうございました。杉田女子学園外洋搬送部白穂泉です。ヨットの動画を少しずつ上げていきます。チャンネル登録いただくと嬉しいです。よろしくお願いします。